マサルの勉強部屋高度共通試験5000日対策編、今日も頑張っていきましょう。それでは今回のテーマです。はい、今回はですね、メモリインタリーブについてお話ししてみたいと思います。これ皆さんに正直にお伝えするんですけど、私今までメモリインタリーブ知ったかぶりしてたんです。やっと意味が分かったんで動画作りました。ぜひ聞いてください。では今回の問題やっていきましょう。今回の問題こちらです。平成30年春の午前の問い11ですね。メモリインタリーブの説明として適切なものはどれかという問題です。あ、い、う、え、どれでしょうか。自力でやってみたい方はここで動画を止めてチャレンジしてみてください。はい、それでは答えの発表です。答えはこちらですね。はい、答えはえということになっています。私今まで結構暗記で主記憶を複数のバンクっていう言葉が出てきて、並列に処理って出てきたらそれってメモリインタリーブなんだろうなみたいな、結構暗記で知ったかぶりしてここ答えていたんですよね。皆さんはいかがですか。まあ、正解できたと思うんですけど、このメモリインタリーブの説明だけを見てメモリインタリーブが何かって具体的に想像できる人っているんですかね。なんかいかにも難しく書いちゃってるなって私思ってるんです。なので今回はメモリインタリーブについて皆さんに分かりやすく理解してもらうための動画です。ぜひ見てください。ではメモリインタリーブ説明していきます。はい、メモリインタリーブっていうのは先ほども見てもらったように、主記憶へのアクセスを高速化するための技術で、メモリを複数のバンクと呼ばれるグループに分割して並列にアクセスすることによって高速化すると、まあ、参考書とかにもこうやって書いてるんですよね。なので今日はこうやって説明していきたいと思います。まずはちょっと想像してください。メモリを増設しようとあなたはしています。で、 PC のメモリを 16GB 増設しようと思ってるんですね。それに対して空きスロットは2つあります。そうするとあなたどのように増設しますか。選択肢1は1つのスロットに 16GB のメモリを入れて増設するパターンで、もう1つは1スロット目には 8GB、 2スロット目に 8GB、 計2枚のメモリを入れて増設するパターンですね。あなたならどのように 16GB メモリを増設しようと思いますか。はい、実はですね、これ2の方が高速化が見込めるので、まあ、2の方がいいって言われてるんですね。 16GB 増設しようと思えば、2スロット空いていればですね、1スロット目に 8GB、 2スロット目に 8GB、 このように2枚にメモリを分けて増設した方が高速化が見込めると。理由としてはここです。メモリインタリーブが有効になるからなんです。じゃあこのメモリインタリーブ細かく見ていきましょう。メモリインタリーブというのはメモリをですね、複数枚用意することで、CPU に届けるデータの間隔を短くするための技術とも言えます。この背景としては、このメモリの実行速度っていうのは限界があるんですね。それをアニメーションで見てみるとこんな感じです。CPU に今データが主記憶から届いているんですけど、このデータが届く範囲、今届きました。今届きました。今届きました。まあ、このような感じで、まあ、ある一定の速度からはやっぱ実行速度って限界があって、まあ、なかなか届くのに時間がかかってしまうんですね。なのでここで出てくるのがメモリインタリーブです。複数のメモリ、このメモリのことをバンクって呼ぶんで、これがねちょっと混乱しやすいんですけど、メモリイコールバンクだと思ってください。この複数のバンクからデータを並列的にうまく取り出すことができるようになるんです。イメージとしてはこんな感じです。バンク0から来て、それと並行してバンク1からもデータを取り出します。そうすると CPU から見ると主記憶からデータを取り出すのが2倍になったこと分かりますか。イメージだと来ました、来ました、来ました、来ました。このように並列でデータをどん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 ですね、受け取ることができます。これがメモリインタリーブの特徴です。では問題をもう一度見てみたいと思います。では間違い選択肢も含めて問題見直していきましょう。主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし、主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供すると書いています。まあ、これは仮想メモリのお話ですよね。物理容量を超えるメモリ空間を提供するというところで仮想メモリのお話です。そして E、主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて、双方のアクセス速度の差を補うというふうに書いています。
これはディスクキャッシュの説明ですね。ハードディスクって遅いので、ハードディスクの遅さを解決する方法の一つとして、このような対策を行います。そして次、U ですね。色域と入力装置との間で CPU とは独立にデータ転送を行うと書いています。これはダイレクトメモリアクセスの説明です。もうダイレクトメモリアクセスのことを DMA と言ったりもするので、チェックしておいてください。そして今回の正解は A でしたね。色域を複数のバンクに分けて、なのでメインメモリを複数用意して CPU からのアクセス要求を並列に処理することで高速化を図りますよっていうところで、この絵がメモリインタリーブの説明で正解になっています。このバンクという言葉で結構意味不明になるんですけど、物理的なこういったメモリ、こういうのDIMMって言いますけど、物理的なDIMMをイメージしてもらえば分かりやすいかなと思います。メモリインタリーブの問題が出たら今のお話思い出してぜひ正解してください。はい、それでは今回の動画は以上です。もしこの動画役に立てば、高評価、チャンネル登録いただけますととても嬉しいです。あとコメントいただけますととても嬉しいので、コメントもよかったらお願いします。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。今日やった問題以外にもチャレンジしたい方、コード試験共通午前1のプレイリストも作っています。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチャレンジしてみてください。あとは突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画辞典もとてもおすすめです。ぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。